はい。皆さん、こんにちは。J と申します。今日は定期テスト対策でね、離婚期解説していきたいと思います。注意としてね、漢文は教科書によって送り金や、ね、帰り点が異なるものが多いので、その場合はですね、皆さんの教科書に従っていただければと思います。では、本文見ていきましょう。 天寿三年、聖火の超一。この超一というのが人の名前ですね。天寿の三年ですと、聖火にいた超一というものがという感じですね。天寿というのは、このね、側天不幸の時代の年号だということなんですけども、側天不幸っていうとですね、いわゆる上帝ですね。聖火の超一は、 うん。よりて、かんによりてですね。イエスというふうになってます。家をした。つまりまあ、住居を構えたということですね。公衆という場所にですね。かんによりて、公衆にイエスですね。 役人としての勤務の関係で、公衆に住んでいたと。性、感性にして、少なしですね。何が少なかったのかというと、治癒ですね。友達が少なかった。そして、いなかった。何がかというと、子供がということですね。これ、息子のことですね。子供というよりはね。性、感性にして、治癒なし、少なしですね。すいません。少なし、こ、なくですね。地味で、物静かな性格で、友人も少ない。息子はいなかった、そして、ありました。 何があったのかっていうと、このあるっていう動詞は、後ろにね、主語を取るので、娘二人というのが主語になってます。娘二人ありですね。で、その長はというね、まあ、いわゆる長女の方はですね、早くなくという風になってます。娘二人あり、その蝶は早くなくですね。 娘が二人いた。ところが、長女はですね、早く亡くなり、幼女ですね。そ、その、千女という名前らしいんですけども、千女ですね。幼女、千女だから、まあ、下の妹の方はってことですね。探検、絶輪なり、というふうになってますね。幼女が絶輪なりっていう、なかなかのパワーワードですよね。幼女の千女は、探検、そして絶輪なりと。 末娘の聖城はですね、戦城ですね、は、容姿が整っていて、美しさが比類がなかったというふうになっています。まあ、絶輪というのはですね、まさにこの比類がないという形になっているので、非常に美しかったというお話になっていると。そして、漢の外星ですね、まあ、いわゆる老いっ子ですね、大元の王中、この王中というのが人の名前になっています。 いつのね、えー、外星で、大元の王中というものはですね、おいっ子にあたる大元の王中はですね、ようにして相互ですね、そして潤しですね、そして洋藩潤しという形になります。 ようにして相互、用藩、潤しですね。幼い頃から頭が良く、容姿も美しかったということになります。相互というのはね、まあ、サトシというふうな字を使ってますから、非常に頭が良く、聡明だという形ですね。そして容姿も美しかったと。いつは常に貴重しというふうになってます。そして常に曰くですね。いつ、常に貴重し、常に曰くですね。 いつはいつも立派な人物として目をかけ、常に言っていたことがありますと。その甥いっ子に言ってたんでしょうね。多事、まさにべしと。ここ、緑で線を引いてますけども、ちょっと問題で出るんじゃないかなというふうに予想してます。書き下しの問題ですね。再読文字のまさにべしというのがあります。まさにというのは、いわゆる、マストという英語で取ってあげればいいと思います。何々しなければならない。違いない。みたいな感じですね。で、下点がついているので、上点のところが 基本は動詞という,ふうになります。目合わすべしというふうになってますね。なので、妻にしようというね、するに違いないというふうに言ってるわけですよ。 で、これにですね。で、何かっていうと、このね、娘ですね、正常を持ってというふうになります。なので、書き下すと、他事、まさに正常を持って、これに目あ、目合わすべしというふうに言ってますね。いずれ正女を妻にやろうというふうに言ってたわけですよ。 ねえ、まあ、このね、まさにという風うに使ってるから、かなり強めのね、えー、水量という形で使っている状態なんですけども、後ち、おのおの調整するやですね。おのおの、このね、要するに、王中と正常という二人がですね、調整、成長していくと、中と正常と、 ですね、この「&」になりますこの「と」というふうにね読む形になるので「与える」じゃないんでねはい「中」と「成常とですねその後2人はそれぞれ成長するや「中」と「成常はこの2人は常に「ひそかに」というふうに読みますこれね「私」という字を「ひそかに」というふうに読むので注意しておきましょう「感想す」というふうになってますね「語尾に」というね返り点の位置がついているところまでを動詞の目的語というふうに取ってあげましょう 常に密かに語尾に感想をすというね、意味としては、常に寝ても覚めても思い合っていたという形になります。だから、まあ、いわゆるラブラブだったということですね。歌人、家の者にはいなかったとなってます。そして何がいなかったのかというと、その情を知ること。ここがですね、帰り点の例点に従っていくとですね、主語という塊になってると。このないという字も後ろに主語を取っていくので、何々がないということですね。 そして、何ががなないのかかとと、う知ることがなかったわけです、ね。何を知ることがなかったのかっていうとその情ですね。その情というのはこのね、正城と王忠が2人ラブラブだったということを知る者はいなかったということですね。家人、その情を知ることなしですね。家のものでそれを知る者はいなかったと。後にありて何があったのかっていうと、貧乏の選ばれる者がというふうになってます、まあ。これちょっと後で出しますけども、 この地域でね、幕僚、まあちょっと役人のちょっと偉いさんに選ばれて、さらに中央の方にですね、栄転していった、出世していった者がいてということになります。求めた、これをというふうになります。これねちょっと 書き下しをしてみると、貧乳の選ばれるものありて、これを求むというふうになりますね。その後、現地でね、幕僚として採用された後、選抜されて中央の官僚として栄転になったもの、つまりすごい出世したものがってことですね。戦場をこれ求めたわけです。つまり結婚させてほしいという形で求めてきましたよと。すると、いつは許したわけですね。OK! ーー言うてね。女は聞き手、うつよく という,ふうになってますこの女というのはもちろん娘ですね娘はこれを聞いてですねうつよくしたわけですよもう戦場としては非常に悲しいということになりますねいつ許す女聞きてうつよくすですねいつはこれを許してしまったと娘はねこれを聞いてもう塞ぎ込んでしまいましたよとなぜ塞ぎ込んだのかというとですね当然王中のことが好きなのに王中と結婚できなかったからですね 中もまた深く遺婚しというふうになってます。ここも動詞になっているので、意味としては中もまたね、深く恨めしくしかも残念でたまらなく重いというふうになってます。もう愛してやまなかったですね。このね、女の子が他の男に取られるわけですから、そら落ち込みますよね。タックするに、まあ、かこつけるという感じなんですけども、もってしたっていう感じですね。何をかっていうと、盗聴をもってして、 コフですね。オムカンとコフという風になってます。このコフっていうのは英語で言うプリーズ、どうかみたいなお願いですみたいな感じで言ったってことですね。おむ、むかん、どこに行くのかっていうと、K ですね。まあ、いわゆる今日ですね。えー、タクするに当中をもってして。 け,えー、けいにおもむかんと古ふですね。感触へつくことにかこつけてと、都へ登ることをお願いしたという形になります。それをですね、とどむれどもというふうになってます。ここね、えー、どもというふうに送り柄振られてるので、逆説で取りましょう。これをとどめたのだがですね、ず。 聞かずですね。不可というふうになってるので、まあ読み方は聞かずになってますけども、可能のか、なんでね、英語で言う、キャンで取ってあげればいいかなと思いますが、まあそれはできなかったということですね。だから、ついに熱くやるというふうになってます。何をやったのかというと、これをやるですね。書き下しにすると、これをと,とどむれども聞かず。ついに熱くこれをやるという形になります。 いつはですね、これを止めることができず、とうとう旅費をね、十分に与えて送り出すことにしたと。中はですね、これもひそかにというふうに読みます。読み方ね、ぜひ気をつけておいてください。恨みて非動し、決別して登るですね。船に、あ、登るじゃない、乗るですね。中、ひそかに恨みて非動し、決別して船に乗るです。 中はですね、密かに恨んでました。なぜ恨んだのかっていうのは当然ね。昔幼い頃、この人はですね、娘と結婚させてやるってずっと言ってて、で結局この二人でラブラブだったのに全然ちゃう人と結婚させたやんけっていうことを恨んでるわけですね。だからもう二度と会うまいということなんでしょうね。決別ですからね。別れを告げて船に乗ったと。日が暮れ至ることですね。山岳に。 そして、数理なりというふうになっています。日暮れ、三角に至るまで数理なりですね。日暮れの時にですね、数理離れた山辺の町に着いたと。 夜、まさに半ばにして、中はですね、図です。打ち消しの助動詞になるので、これね、レテンがついてますけども、その下に来ているものが動詞という風になりますね。い、寝られずという風になりますね。まあ、だが、寝ることができなかったということですね。夜、まさに半ばにして、中、い、寝られずですね。真夜中になっても、中は眠れないと。そして、たちまち聞いた、ふと聞いたわけですね。頑丈にあると。 1> 1人、うん、たちまち聞く頑丈に一人あるをですねふと聞こえてきたと岸の上に誰か一人の人間がいることっていう感じですが後世甚ははだ速やかなりですね周囲にしてこの周囲っていうのもねちょいちょいねあの受験でも読み方とか意味とかがね問題で聞かれたりするので是非押さえておきましょう周囲にして至る船にというふうになってます 後世、甚だ、速やかなり、週にして、船に至る。ですねとても速い足音が聞こえ、ほんの少したって、こういう意味になりますね。船に着いたと。例えば、これにですね、このやってきたものに質問してみたわけですね。すると、すなわちというふうに、この漢字も問題で出るんじゃないかなというふうに予想してますが、これがね、船上であったと。これに問えば、すなわち船上なりと。 問うとなんと千条であったと渡航これがですね千足にしていたれりという風になってますんどういうことかっていうと これででですね、裸足で歩いてきたのであったという,ふうにななります。なんとですね、自分の愛してやまない女の子がですね、裸足で追いかけてきたという感じなんでしょうか。中は狂気して発狂という風うに書いてますね。今日発しっていう風うになってます。中、狂気して今日発しですね。中は驚き、気も狂わんばかりに喜んでですね。そら喜びますよね。もうだって諦めなければいけないと思っていたのに、今目の前にいるわけですから。 取り手,手をです質問ししてみました「そのよりてきたるを」っていうね帰り点が2があるので1のところまでが目的語というふうに取りましょう手を取り手そのよりりて来たるををうと手を取り合ってどうしてここへ来たのかということを質問してみたすると泣き手曰くですねだからここから千条娘が喋ってるわけですね君が好意あなたの思いですね格のごとく というふうになってます。泣きていわく、君が恋、格のごとくですね。先生は泣きながら、あなたがこれほどに私を思ってる。この熱い思いというのは、神職に相感ずというふうになってます。神職に相感ずということか、寝ても覚めても感じていたと。 今まさにここも棒線引いてねちょっと問題出るんじゃないかなというふうに予想してますけども書き下しとかね再読文字が使われていますまさにっていうね再読文字まさにホニャララスっていうのは英語で言う will みたいな取り方をしてあげればいいと思います例点がついてるので下のところが動詞というふうにして奪わんとするですねそして何をかっていうと我がこの志をというふうになります ここが目的語ですね。私のこの志を奪おうとするのだがですね。誰がかっていうとこなんですけども、まず書き下し。今、まさに我がこの志を奪わんとするもんですね。今、両親がこの気持ちを奪おうとしてもというふうになりますね。この気持ちというのは、このね、王中のことが好きだという気持ちでしょうね。その気持ちを奪おうとしても、また知った。何を知ったのかというと、帰り 2がついているので、1のところまでが目的語というふうに塊として取りましょう。ほにゃららを知りですね。で、このほにゃららの部分を見ていくと、君が深い思いですね。心情の打ち消し、ノットです。で、例点がついているので、変わらざるというふうになりますね。あなたの深い思いが変わらないということを知りですね。また、君が心情の変わらざるを知り。 また、あなたのこの深い情けが変わらないと知ったので、ですね。思う。何を思ったのかなっていうと、まさに、またここも再読文字使ってますね。帰り点の2がついてるので、1のところまでが動詞になります。身を殺して方法せんとするを思うという形になりますね。まさに身を殺して方法せんとするを思うと。 意味としては死んでも私が死んでもねその恩に報いようと思うのだと。 こ,とここを持ってですね。というわけで、みたいな感じですね。亡命して、ライフォンスというふうになってます。ここを持って、亡命して、ライフォンスと。家を捨てて、身を寄せに来ました。あなたのもとへ来ましたよ。というふうに言われたわけですね。そら、ここまで言われたらもう男冥利につきますよね。いやー、超、この中はですね。あらず、ここね、いの、 えー、望むところにあらずというふうになりますがもうこれねどうやら一つの塊として取ることが多いみたいです思いがけずというふうな意味で取ります禁約すること特に甚だしというふうになりますね 中、意の望むところにあらず、禁約することを特に甚だしですね。中は思いもかけないことに小躍りしてとても喜んだというふうになります。そら嬉しいですよね。来てくれたわけですから、ついに隠した。ね、この戦場を船の中に隠したということですね。常に戦場を船に隠しです。 そしてね、この娘を船に隠して、連夜逃れ行くですね。一生懸命逃げていくわけですよ。そして、二倍にしました道をですね。まあ、行く道っていうことですね。そして、こうを兼ねというふうになりますね。連夜逃れ去り、道を倍しですね。こうを兼ねです。 夜通し逃げ続けた2倍の速さで急いでという感じですね。道をいし、こう兼ねっていうのは急いでいる様子のことを表現しているみたいです。数月にして至った職にですね。数月にして職に至る。数ヶ月かかって職という地域に到達したと。 で、これね、およそというふうに読みます。平凡の本でね。およそ5年です。産んだ。何をかっていうと、漁師。ね。どうやら子供を産んだみたいですね。およそ5年。漁師を産むも。ですね。ちょっと逆説がついてますね。なんかハッピーな生活を送ってそうだったんですが。およそ5年がたって、2人の子供が生まれたか。いつとですね。これはですね。いつと経つ。 何を立っていたのかっていうと、心を立つということですね。これはいわゆる信頼ということではなくて、このね、通信ということになります。いつとは恩心不通のままであったという感じですね。その妻、目ですね。この妻というのはもちろんね、この戦場のことを指します。常に思っていた父母、お父さん、お母さんをね。 その妻は常に父母を思いですね。妻がいつも父母を思い出して、提供して言い手曰くですね。涙を流して言うにはという形になっているので、どうやらこの妻は涙を流しながら言ってます。何を言うのかな 我、先の日に、当たわずですね。この図、打ち消しです。で、レ点がついているので、下に来ているものを打ち消しますが、この能力の脳っていうのは、当たふというふうに読みます。で、意味としては、can というふうに取ってあげればいいんですけども、こうやって、返り点がついている時とかっていうのは、当たふというふうに読むんですよ。で、返り点がついてない時っていうのは、よくっていうふうに読んだりします。当たわずですね。何が当たわないのかっていうと、これね、動詞に直結します。英語で言う キャンにあたる、ね、助動詞みたいな働きをするので愛背くことあたわずというふうになるわけですね。 我、先の日、愛背くことあたわずですね。私は以前、あなたに背くことができずということですね。だから、あなたの誘いというものを断ることができなかったみたいな感じですね。そして、捨てました。何をかっていうと、帰り点の2がついてるので、1のところまでが目的語。大義を捨ててですね。そして、来本せりですね。で、どこに来たのかっていうと、君に、あなたのもとに会いに来たってことですね。 大義を捨てて君に来訪せりと。親孝行の道です。この大義というのはね。親孝行の道を捨ててあなたのもとへ来ましたと。ところが、5年経ってね、子供も産んでハッピーそうに見えたんですけども、今に至りて5年。恩師、カンす というふうになってますね。今に至りて5年。恩治観測数。これまで5年です。親子の恩愛が遠く隔たっている。この親子の恩愛というのは、戦場と、そしてね、超一の関係ですね。この二人の親子関係というものがもう遠く隔たってしまっていると。これ、不才のもとっていうのは、いわゆる天地のもとでという感じですね。まあ、この世の中でみたいな感じのイメージです。 何のンばせありてというふうになりますね。一人存せんやとというふうになります。 これね、んやっていう風に最後なってますよね。漢文で最後、んやっていう風に終わらせるような文章が出てる場合っていうのは基本的に半語という風に取ってあげればいいと思います。だから、一体どんな顔をして私一人だけが生きていけましょうかいや、そんなことはできないという感じになります。だから、何の顔っていうね、感じになってますけど、どんな顔をしてという風に取ってあげればいいと思いますが、ここは問題に出るんじゃないですかね。書き下しというよりは、うん うんそうですね、解釈とか現代語訳の問題が出そうだなというふうに思いますしっかり単語で訳を作ってあげましょう蝶はですねこれを哀れみて曰くですね蝶もかわいそうに思ってって言ってるんですけどなんかそんな感じしんかったんですけどね5年間で唐突に何があったんやっていう気しますが まさに、すですね。ここも再読文字使ってます。レ点がついてるので、帰らんとすですね。帰るが動詞になってます。そして、なかれ。これも後ろに主語がきますね。苦しむことはないのだと言ってますね。まさに、帰らんとす。苦しむこと、なかれですね。ななかれみたいな感じになってるね。なかれですね。申し訳ない。帰ろう。悩むことなど何もないぞ。という風に言ってるわけですよ。 そして、ついに、共に帰ってきた、甲州にですね。お父さんのいる場所へ帰ってきたわけですね。こうして、一緒に甲州へ帰ってきたと。すでにいたり、中がですね、独身、一人でってことですね。まず、いたった。このね、いつの家に。うーん、ドキドキですね。まあ、飛び出していってね、なあ、どうなったんやろうみたいな感じで心配もしてるかもしれませんが、すでにいたるやですね。この中が、一人、まず、いつの家にいたりです。 つくと、中だけが先にね、いつの部屋、家へ行そして、はじめに、この首っていう字はね、問題でも聞かれるんじゃないかなというふうに予想してます。読み方ね。はじめに、シャスですね。そのことをです。 すすす。ると、とといいいつく、うふうにに、にななっってて、てままね。最初に犯したた、罪を打ち明けびこの犯した罪そのことというのは何かというと実はこう、ね、家を飛び出していて娘さんをですね、まあ、娘さんも飛び出してきてくれたんですけどもそのね、えー、結婚させようとしていた他の人とですよ結婚させようとした娘さんを結果的にまあ奪ってしまうようなことになったということをねどうやら打ち明けて お詫びしたわけですね。すると、いつが言いました。ねなんかめっちゃ激怒しそうなんですけども。は病みであること慶中この寝屋という感じなんですけども、要するに寝室。特に女性の、ね、寝室のことを表現します。慶中にあること数年。は病みで慶中にあること数年うちの娘はですね、数年間病気で寝室に寝たままになっていると。なんぞそれ、 季節するやと。というふうになってますね。季節するなりとですね。すいません。中曰く。なぜそんなデたらめを言うのか。というふうになりました。季節っていうのはですね。デたらめを言うことを言います。なんぞそれ季節する。ですね。なんでそんな嘘つくんやと。いや、うちの娘やったらもうずっと数年間体調悪くてやな。ずっと寝室で寝とるわい。というふうに言われたわけですよ。えっていうね。 県に、まあ、実際に現にっていうね、現在の言と一緒ですね。ありと、小中に船の中にいますよというふうに中は言ったわけですね。すると、いつは大いに驚きというふうになります。県に小中にありと。はい。いや、今、船の中にいますよと言ったと。すると、いつは大いに驚いて。 促してしむですね。ここも、あれすいません。緑引いたつもりやったんですけども、ここもね、ちょっと問題で出そうだなというふうに予想しておきます。私益の句形を使ってますね。しむです。帰り点の2点がついてるので、これね、位置のついてるものが動詞になります。けんせしむですね。そして、レ点がついてるから、この動詞の目的語がこれですね。これをけんせしむですね。 で、これね、私益で注意しなあかんのは、この使うという字の後に出てきてる人っていう名詞に送り仮名をしてというのをつけてますよね。これを絶対忘れないようにつけるようにしてください。押してという送り仮名ね、しっかりつけましょう。促して、人をして、これを検せしむと。 せかしてね、使いのものに本当かどうかを確かめさせたということになります。するとですね、果たして見るわけですよ。何を見たのかというと、帰り点3ですから、2、1のところが目的語になります。船上がいる。船の中に。というね、SVO になってます。果たして船上の船中にある、えー、ごめんなさい、小中にあるを見る。ですね。確かに船の中に船上がいると。 顔色、顔の色はですね、胃腸で、尋ねてきた、死者に、そしてこう言いましたよという形なんですけども、顔色、胃腸、死者に尋ねて曰く。顔色も非常ににこやかで、のびのびとしていて、元気そうだということですね、死者に尋ねて言います。対人、やすきや、いやというふうに質問してきました。これ、対人というのは両、両親、まあ親のことなんですけども、私のお父様はという感じですね。まだ、 ご存命ですか元気ですかどうですかというふうな感じで質問したんでしょうね。すると、歌人。怪しいんだ。不思議に思うという感じですね。これ、漢字読み方。聞かれそうなので、ぜひ押さえておいてくださいね。こととかね、このね、異なるという字を怪しむというふうに読むんですよ。これを怪しみというふうになります。対人、やすきやいなやと。 歌人、これを怪しみですね。お父様はお元気ですかというふうに尋ねてきた。だから使いのものも不思議に思ってですね。失踪して放図ですね。報告しました。いつに対して。失中の娘、聞きというふうになりますね。失踪して、いつに放図。失中の女、聞き、娘ですね。 飛んで帰っていつに報告した部屋の中のもう一人の船長がこれを聞くと、喜びて立ち、飾った、化粧したってことですね。そして改めた服をですね。喜びて立ち、層を飾り、衣を改めですね。喜んで起き上がり、化粧を整え、着物を変えて笑いながら 打ち消しです。レテンついてるから語らずですね。笑いて語らず。笑みを浮かべて何も言わずに、いでて共に相迎えですね。部屋の外に出てきたわけですね。そして一緒になってお互いにね、迎え合うとどうなったかというと、急前として合死てなりですね。合体ですね。そして一体となりました。 急前として合して一体となりですね。二人はぴったりと合わさって一つの体になったと。その衣装も皆な重なりですね。その衣装も皆な重なったと。その着物までみんな重なった。その家の者たちはですね、持ってですね、これウィズです。帰り点の2がついているので、1レ点のついているここまでをウィズの形にしましょう。えー、ヒスですね。これをヒスという形になります。 で、ことのせいならざるをもってという形ですね。書き下しにするとこんな感じ。その家です、ね、この娘が2人に分裂していて、その分裂してた2人の娘が合体したということを秘密にしたということですね。その家ではことがまともではないので、これを秘密にしたのだと。 ただ、これ限定の区形になります。親戚の間ではあったんですよ。何があったのかというと、帰り店の位置のところまでが主語になってます。で、密かにこれを知る者がいたというふうになります。 ただ、親戚の中にこれを知っているものがあったのだという感じですね。で、僕の教科書はここまでだったんで、一応説明ここまでにしておきますけど、この後ね、一応続きがありまして、なぜこの作者はこれを知ったのかというと、あるところで、実はこの親戚にあたる人に事細かに話を聞けたということだなんですよね。だから、このね、最後のフレーズがあるんですけど、親 気の間だけね知っている者がいてその親戚に私は聞いたから知ってるんですよっていういかにもね真実であるというような形の強さというか脅威をしているという感じですねはいということで本日は非常に長くなったんですけども離婚期というねまさに魂が離れていたというお話をしました戦場というね女の子のどうやら 心がね、離れていたみたいです。なかなか面白いですね。ということで皆さん、定期テストをしっかり頑張っていただければと思います。役に立ったなという方はですね、高評価、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、定期テスト頑張って。子分はエンタメだしバイバイ。